おはようございます。本日もねスカッと晴れた気持ちのいい青空広がってますね。今日の最高気温は22度だったかな。ちょっと涼しくなると思います。ということでお父さんは朝一介護行って散歩行ったりなんだりこちょこちょやっておりまして、ちょっとお昼寝してたのかな。なんかさっきおトイレ行ってましたけど、まあいつも通りの土曜日の朝でしたね。ということで今日はね週一のグローサリーショッピング出たいと思っておりますので、準備してね出ようと思います。ただいまね3時半過ぎになります。今日ちょっと遅めの出発ですけれども、まあいつも通りのコースかな。ぐるぐるっとしてこようと思います。行ってきます。コスコ来ました。車止めて行ってきます。パウリオンズ来ました。車止めて行ってきます。フラダジョーズ来ました。行ってきます。ウォルマート来ました。行ってきます。であっち側はペットスマートなので、ちょっとピルポケット買おうかって言ってね、寄ってから帰ろうと思います。お家帰ってきました。もうすっかり真っ暗ですけれども、あっち電気つけてくれてちょっと暗いけど、サブちゃんもお帰りしてましたね。ただいま、ダメちゃん。おめこお仕事行ったかな。サブちゃんもお仕事してきて、またちいこがいのよみたい。そうだね、一応もいい子だもんね、サブちゃんね。知ってるよ、ママ大好きよ、サブちゃんのこと。みんないい子だもん。お仕事終わった？はい、プッター、お仕事したの。サブちゃんは？お仕事しようよ。お家入るの？お家入ろ。ということでね、お買い物してきたもの、今日もいろいろ大量なんですけれども、まずウォルマートで、そうコスコでねアボカド買うのを忘れちゃって、アボカド購入しました。すぐ使いたいからね、2、3日後にはね食べれそうな、ちょっと柔らかめのやつ。プラムですね、コスコでもプラム買ったんだけど、これも試してみようってことで購入したのと、おネギを2束、あとオーラルリースかな、購入したと思います。どこにあるんだろう。パビリオンズでシラントロとこのお肉 30% オフになっておりますが、ちょっと色悪くなってるんだけど、はい、まっすぐ食べるとか冷凍しといてね、今週中には食べるので。でコスコでねシュリンプのセビーチェを購入しました。昨日のチキンまだ残ってるから、今晩これも出して食べようと思います。マッシュルームと椎茸でしょ、このコスコのプラン。これ美味しかった。これは豚バラ、トレーダージョーズでルッコラを2袋と、芽キャベツ、ブロッコリー、ジャパニーズスタイルフライドライスと、このミックスシーフード、パイ生地、これ冷凍だからもうすぐしまおうと思うんだけど、といつもね購入してるトマトがなかったので、ミックスメドレーのトマトと小さい人参と、久々にねお米っぽい形をしてるパスタ食べたいなと思って、なのでシーフードのミックスも購入したんだけど。でコーンの缶詰と、お父さんこのねチップ好きなんですよね、出てきたねって言って購入しました。ポメグラネートパンチ、プラムのスパークリングのジュース、あんまり私たちジュース飲まないんだけど、新しいフレーバーがあったのでね、試してみようって購入しました。それからクリスマスのね準備始まってますね。あ、オーラルリースここにあった。これは人間用のアドベントカレンダー、お父さんがね毎日食べるやつね、可愛くね。これここにサウちゃんみたいなワンちゃんいるけど、フェイスナビだったって書いてありますね。これが去年と一緒かなと思うんだけど、ワンちゃんのアドベントカレンダーで、これ反対になってるけど、これニャンコちゃんのアドベントカレンダー、これは去年とデザイン違うなと思うんだけど、ワンちゃん用2つ購入いたしました。まあ、ニャンコちゃんのやつね最後食べなかったんだけど、一応開けてねあげてみようと思います。ここからがまたすごいことになっておりますが、そうコスコでこれも購入したんですね、ソルテッドキャラメルの。これ美味しかった。このぐらいの小さい、ね、サイズでね食べやすかったですね。あと私のパジャマ、とにかくパジャマばっかり買ってるね。電動歯ブラシですね、充電のタイプの、30ドル安くなってたのかな。私これ欲しいんだよねってお父さんにね言ったらね、じーっと見て箱をね、いろんなところで買おうって言って、ね、購入しました。お父さんもどうやら良かったらしい。これがペットスマートピルポケット、カプセルサイズなんだけど、チーズ味ね、ちぎって小さくしてあげるから、どのサイズでもいいからね、こちらを購入したのと、可愛くない、サムちゃんの洋服、フリースのコミックのお揃いで散歩やってきたからね、お散歩の時に着せようと思います。ウォールマートの隣がミクロッツなんですけれども、ちょっと見ようって言ってね行って、めっちゃ買ってるんだけど、そうまずねこの私のスリッパ、新しいの一つ欲しかったので、今ね履いてるものね一つ処分したいなと思ってたから、でここになんか一個落ちてるけど、クッション購入しました。すっごい気持ちいい。ここファスナーついてるんだけど、開けてそう洗えるタイプではなくて、これごと洗わなきゃいけないんだけど、なんかね綿だった、そのまま。1個12ドルだったしね、お安かったのでね、いいやと思いまして、ふわふわのねクッション欲しかったので。あとはもうねクリスマスのものを購入したんだけど、オーナメントをねたくさん購入したんだけど、コルクのトナカイさん2つと、スノーマンのを1つで、これキラキラ落ちるかなと思うんだけど、ソックスの形のもの、ソリにプレゼントが載ってるやつと、この丸いやつ。今年はあんまりまん丸のやつ
かけないで、こういういろんなのをかけてみようかってお父さんと話してちょっとね購入したんですけれども、まあモリモリにしたいからもっともっと必要だと思うので、まあ丸いのもかけるかなとは思うんですけれども、いろいろなのをかけたいですね。であと私これ前から食べてみたかった梨のフリーズドライのスナックね、これお父さんがポビクとサムチョに1個買ったんだよね。2つ買えばいいのにと思ったんだけど、チキンフレーバーのこうねおもちゃね、ガニガニさん、これはサディクの美味しいですね。お珍しい、これ売ってるって言ってね喜んで買ってました。でこのねフェイクのキャンドルですね、ちゃんと光るんだけどセンターピースにねこれを置こうかって言って、こことあそこなので、このキャンディーケーンのタイプとログのタイプ購入しました。以上になります。お父さんですね、いつも通りお手入れ入っていらっしゃいますので、まあこの辺のタグとか取ってくれると思うから、それしてもらって、私はどんどんとね、お片付けをして、もうね、7時になるからね、ご飯にして、先にね、この子たち、その後ね、お散歩、お父さんに出てもらおうかなと思っております。お父さんお散歩行ってきてくれるそうです。先ほど購入してきたお洋服を着ておりますが、まあ長さはいいんだけどさ、幅が大きくてね、ポメマさんも。ね、ちょっと大きいですよね。長さはいいよね。うん、まあまあだからいいじゃん、こうやってキュッとして切れば、これでずれなくても。はい、サムちゃん、トビはね毛で引っかかるんだけど、サムがチューチューだからさ引っかかんないので、はい、はい、気をつけて行ってきてね。ゆみやさんもよろしくね、行ってらっしゃい。待ってんだけど、はい、乾杯。どうもありがとう、で待ってくれてね。アップルサイダー前に買ってきてやったやつ、今日ねポメグラネートじゃなくてプラムのものを購入したので飲んじゃおうよって言って開けました。ごっつ普通マイクロウェーブがピーピー言っておりますが、あとは昨日の玄米でしょ、で味噌汁、適当サラダと、これね今日購入してきたセビーチェ、まだ食べるんだったらと思って出しました。美味しいね。あ、美味しい、うん、うん、よかった。個人的にはもっとライムがついてる。ライムでしょ、私も切ってもう一個かけようかなと思ってた。かけよう、かける、いった方がいいと思う。食べてみ。 OK、どのくらいかける？前も1個かけて平気？俺はいいと思う。Okay、結構パンチ弱い。で、あと昨日のね、チキン残ってるので出しました。セロリのお漬物です。では、ライム切ってかけて、私はゆっくり座って食べようと思います。それでは、いただきまーす。今日はね、久々にムービーナイトしましょうって言っておりましたが、なんか今ディズニープラス繋げてるんだけど繋がらないって言ってるけど、私もお父さんもですねシャワー浴びまして、ご飯の前に浴びたんだけど、これからですね、まあ、何か見ようと思います。で私はこっちに座る、お父さんあっちね、足上げてないとむくんでくるからね、どんどんね。よしではね、まあちょっとゆっくりしながらね、お茶なども入れてありますので映画見ようと思います。何かおやちゅうみん、今一幅でしてきたんですよね。で落ち着いてこちらに座っておりますの。おトイレの儀式してたんですよね。ねねの前にどれ行くじゃんってね、今ソニー君に言っておりましたけれども、今日買ってきたおもちゃもうこんななっております。サムちゃん、私たち映画見てる間からずっとガニ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 してて、こっちもちょっとしてるけど、こっち側ね主にやっておりましたけれども、チキンのフレーバーが良かったようでね、お父さんがサムちゃんやめなって言っててもね、ずっとやってましたね。で自分の方でやってると嫌だから、こっち投げてね、私のね足元で最終的にはずっとガニガニしておりましてね、ここ置いてありますけれどもね。サニー君これ匂ってたけどどう、嫌なの、シャマンシャのよだれの匂いがチュルジョーなの、おいしゅー。サニー君今日は何してたんですか。ジュッとミキちゃんいたんだよね。朝ご飯食べて、このねブランケットお父さんがねここ置いたまんましてたみたいで、朝が出かけたようで、でこのねブランケットをねサニー君も車でね寝てたようなんですけれども、これが気に入ってるみたいでね、ご飯食べた後もすぐ戻ってきてね、まんまるさんなんて寝ててね、屋根片付けるよってね、お父さん片付けてね、そしたらねミキさん入ってましたね。かわいいおてて で, ですね。この人仲良さは最初寝寝してたんでしょ。おじじ同士仲良さですね。一緒に寝ね、しゅるけど追いかけっこもしゅるし、すごいですね。ねえ、ゴロゴロマミですけど、まあまたよだれ垂れてるな。ゴロゴロ言うて言うとね、よだれ垂れてくるからね。で、ママね、お耳こしょこしょしてますから、このまま寝寝してください。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやじみーん。まだ起きてますね、ポミタ。ポミくんもおやすみ。あら、お手入れですか？先ほどね、お見せしたおもちゃね、最初ポミに渡したんですよね、私ね。ポミが、お、いい匂いでやんちゅねって言ってパクって持ってって、しばらくの間くわえてたんですけど、ガニガニしてなくてね、サニクのベッドの上に置いて、離れて、で、そしたらお父さんが、あれ、ここ置いてあるって言って、サムちゃんどうぞって言って渡したんだよね。で、そしたらサムがね、遊び始めたんだけど、で、その後またお父さんね、サムちゃんばっかりだとあれだから、
からポメ君にも貸してあげてよ、ポメ君まだ一回も触ってないよねって言ってて、私一番最初にポメにあげたよって言ったら、って言ってましたけど、どんなものでもね、まずはポメに私渡すから、順番でやんちゅのよね。ポメが一番でやんちゅもんね。でポメ君が一通りチェックしてからサムチャ使うでやんちゅもんね。あ、そうだポメさん、今日ピルポケット買ってきたからね、チーズ味だってよ。お父さんチーズがいいだろうって言ってチーズ味にしてましたけど、出てくるの？おしわりしたんですか？お父さんお昼に今日ポメ君におくしりくれたんですよね。今週ずっとお父さんお外お仕事出てたからお昼いなかったので、お昼の薬ね今日初めてあげたんですけれども、あれはピルポケットが必要だよとか言ってて、私ずっと言ってたじゃんって言ったんだけど、ウォルマートの並びにねペットスマートあるので寄ってきたんですけれども、明日からお薬の時間、おいしいの時間になりましょう。ポメな、よかったねポメのね。お泊まりさんに行った時も必ずね、お薬ピルポケットしてくださいってお願いするんですよね。サムちゃんが少しだけかけらもらうんだもんね。お薬の時間じゃなくておやつの時間になってるでやんちゅうのよね、豚のね、サムちゃんのね。明日からねお薬の時間ね楽しくなりますからね、美味しくなりますから、よかったですねボメのね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝してください。おやつみサムちゃんもおやつみ。見てるの？ポミが出てきておりまして、なんか探してるけど多分ガニガニさんだと思うんだけど、ここにはないんだよね。ポミな、ガニガニさんミキさんなんか入ってたよ。なんで喧嘩越しなの、あなた方はいつもそうやって。サムちゃんがいけないよね、すぐ言ってさ、ポミ君にさ来るなわよってやるのね。え、ここはあたちのテリトリーよって。ねえ、いつもポミ君とこ入ってくのなーねーよ、サムちゃんにょ。ポミがここにいるとサムが気になるようなので、ここにガニガニさんあるんだけどね、私からガニガニさんもらわないと納得いかないから、はいどうじゃ、どうじゃ戻ってください。はい、戻りましたね。ガニガニさんしてるね、このルーティンしないとね、ポメ落ち着かないみたいなので。なによナムニャワー、なんでポメくにおうよにゃよね、遊びましょうなの、違うのね、あたちの場所こなだよなの、ちょいながらもあにゃたわ、もうめめしょぼしょぼしてて眠眠じゃじゃんナムニャ、やる気出さなくていいのよ、疲れてるのよねあたちね、ガニガニ真剣に頑張っちゃったからね。いつもね寝てる時間にね、先ほどお見せいたしましたけども、あれサニ君の上乗ったかな、あのガニガニさんでね、めちゃくちゃ真剣に遊んでたのでね、眠くて眠くて仕方ないみたいで、年齢よりもガニガニで遊ぶ方のが良かったの、結構真剣に遊んでたけど、もうさすがに疲れたわよってなったみたいでね、自らポイって置いてねその場で寝、ね、始めたんだけど、でねねねの前のねおトイレ行った後ですね、こちらに乗ってねまん丸さんになっておりますが、まあサムね食べないからね結構ボロボロにはなでたけど、前歯でブチッとね食いちぎってその場にねペッてでしててね、結構ねサニックが寝てるもうちょっと向こうかな、おもちゃの破片がねいっぱい落ちておりましたけども、手で拾える分はさっき拾ったんだけど、チキンのお味がしたの、夢中だったじゃないのよ、新しいおもちゃ用だったの、もうでもあれボロボロよ、一日でボロボロにしちゃったじゃんね、まあ用おもちゃはいろいろあるからね、また買ってきましょうね、今日も一日ありがとうね、ゆくねねしてください、おやつみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、間もなく2時になります。あの後映画1本見まして、ディズニープラスが繋がらないってねお話ししたかなと思うんですけれども、結局何しても繋がらなくて、メンテナンスか何かしてるのかなと思って、でそう私携帯にもディズニープラス入れてあるからアプリログインしてみたら普通に入れて、なのでこのテレビのアプリがなんかバグってるんだろうなって思ったんだけど、まあ一応ね電源落としてみたりとかしたんですけども変わらなかったので、このままずっと繋がらなかったらね困るのでね、お父さんにはサポートセンター一度連絡してみたらとは言ったんですけれども、なのでねこっちのアプリは立ち上がってるから、これでエアプレイで繋いで、今日はねソウルを見まして、ウォルトディズニーワールド行った時にですね、そのソウルのことがちょこちょこ出てきて、エプコットにはねジョーのね銅像があったんですよね、来る前にねソウル見とけばよかったね、帰ったら見ないとねって言ってて、でね今日やっとこう見たんですけれども、お父さんはこの魂とソウルミュージックっていうのを最初からかけて作ってたのかなとかね最後の感想を言ってましたけど、まあとにかくそれ一本見て、お父さんねポミさんもね念願の前のトイレ連れてってくれて、歯磨きさんしてくれて、ベッドルーム行きまして、とんでもないいびきがねここにいても聞こえてきておりますので、ぐっすりとね眠ってるんじゃないかなと
思います。ということでね、本日はですね、週一度ねグローサリーショッピングに出たんですけれども、今日はねもともとね基本的にはお家でゆっくり過ごして、まあいつも行くところお買い物出ようねってね話をしておりまして、なのでね出発遅かったんですけれども、最後ねウォルマート行ってペットスマート寄って帰りますなんてね話をしてたかなと思うんですけれども、ウォルマートの隣にビッグロッツがありまして、久々にビッグロッツ覗きたいねって私が降りた瞬間に言ったら、おーいいねって言って、お父さんもね、で先にねビッグロッツ行ってからウォルマート行ったんですけれども、先週ねお買い物ね行った時もお話ししたかなと思うんですけれども、もうねクリスマスのグッズがですねたくさんね並んでおりまして、ビッグロッツもねそのシーズナルのコーナーっていうのかな、お飾りとかいろいろ置いてあるコーナーほとんどねクリスマスになっていて、入る時にねちょっとクリスマスのものも見たいよねなんて言っておりまして、シーズン始まる前にねいろいろねなくなるだろうからねなんて言ってね見に行ったんですが、まあなんかいいものがあったら欲しいなと思っていたんですけども、結果ね結構ねいろいろね購入してまいりまして、そうでお父さんとね今日からじゃあちょっとずつクリスマスの準備を始めようかっていうねことになりまして、そうまた他のところでもクリスマスのねものはね見ていきたいななんて思っているんですが、購入品ねご紹介した時も少しお話しいたしましたが、今年のねクリスマスツリーねもうとにかくごちゃごちゃと特別なオーナメントをかけようっていうね話にお父さんとなりまして、特別なっていうかそのただの丸のオーナメントはかけないで、モチーフになってるものをとにかくごちゃごちゃかけようかってね話になったんですけれども、まあそれだけでね本当モリモリにねクリスマスツリー作ろうと思ったらねどのぐらい必要なんだろうって思ってはいるんですが、全然今持ってるものでは足りないと思うんだけど、まあなのでもうちょっと考えていかなきゃなと思ってはいるんですけれども、そう私ねまあどのぐらい前かな、かなり前なんだけどホームデポで見たねクリスマスツリーに電車を走らせるお飾りだと思うんだけど、それをね見た時からあれをねクリスマスツリーにつけたいってずっと思ってるんだけど、あれ以降ね見てないんですよね。まあ毎年発売されてるのかどうなのかもわからないし、毎年発売されてるのであればねすぐに売り切れてんのかなどうなのかなと思ってるんだけど、まあ、それつけたらね多分ねだいぶねオーナメントが少なくてもボリューミーっていうかね、まあ、メインがねあってそっちに目が行くからねと思っているんですけども、そうあれを一度やってみたいななんても思っているんですが、まあとにかくね物がなければできないからねと思ってるんですけれども、あとクリスマスツリーにはしごを立てかけてサンタさんがね上り下りするお飾りもあるんだけど、それもねつけたいなーなんて思ったりしているんですけれども、それ毎年ねどこでも見かけるんだけど、今日もねビッグロッツにあったんだけど、お父さんにこれ欲しいって言ったらねダメって言われたんですが、そういうね動くものも何かねつけたいなーなんてね毎年思ってるんですけれども、大抵お父さんにダメって言われてねはい諦めてはいるんですが、まあとにかくですね電池をね変えてまいりましたが、またちょっと色味おかしくなってるかなと思うんですけれども、そう今年のねクリスマスもですねもう購入するところからですね楽しみだなと思っておりましてね、今からワクワクしております。ということで私ね先ほど間もなく2時になるってねお話ししたかなと思うんですけれども、そう日付変わって11月7日で先日もお話しいたしましたが、デイライトセービングがね終わりまして、2時になって1時間戻ったので、あ光っちゃってて見えないかな、今1時12分ですね。まあ1時間変わってもね今はこうやって時間ね合わせてくれるものの方が多いのね、まあ手動で直すものね、エアコンの時計とかあのキッチンのマイクロウェーブとオーブンとかはやらなきゃいけないんだけど、基本的に時計これ見てるから何かねその時間ね間違うっていうことはないんですけれども、毎年ねこの切り替わりの時に一番ね心配しているのはビデオのスケジューリングの時間間違えてないからっていうことでね、まあ多分大丈夫だと思うんですけども、日本時間の7時に合わせてスケジュール組めてるとは思うので、まあ、まあとにかくですね今日はまあいつも通りね2時ぐらいまでね編集してから休もうかなと思っておりますので、まあもうね1時間もないんですけれども、とりあえずですねこれから編集少ししてから休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。